足長雲は、足長雲か足長雲属の雲である。体も足も細長く、顎が大きく発達する。足長雲は、やや短めの頭胸部と、前が膨らんだ棒状の腹部を持つ、全身が灰色の雲である。足はそれぞれに細長く、特に前足は長い。ハサミ角は、第一節は、梱包状で横に張り、第二節は、鎌の先となって尖っている。 第一節には、第二節と噛み合うように歯が並ぶほか、特にオスでは外側に向けてもサシが出ている。幼虫ではハサミ角は未発達である。このハサミ角のサシは、獲物を捕らえるためよりは、配偶行動に用いるためのもののようである。オスは、メスと交接するとき、メスのハサミ角に、自分のハサミ角を絡ませて、相手の動きを封じる。足長ガグは、目の荒い水平円網を作る。 足長雲の成虫で直径50センチメートル程度が普通である。特に網中央の雲が止まる部分である古式を網が完成するときに繰り破って穴にするため、無古式網と呼ばれる。昼間から網を張っている場合もあるが、多くは夕方から網を張り始め、夜に虫を捕らえる。しかし違った形の網を張る場合もある。普通。 丸毛は枠の内側に邪魔なものがない空間に網を張る。例えば、2本の枝の間に何もないような状態である。ところが、足長雲の幼虫は、時折2本の枝の間に、もう1本枝が入っている状態でも網を張る。この場合、網は中断され、中央の網の両側に丸毛を半分ずつ張った形になる。雲は、中央の枝の裏側に止まって、身を隠す。 また、他のクモの網の枠糸を利用するのも見られる。ジョロウグモの網の枠糸に小さな足長グモが網を張っているのが時に見られる。渓流では夕方から夜にかけてカゲロウやカワゲラなどの水生昆虫の成虫が羽化するため水面上に網を張ると多くの餌が得られる。そのような場所では谷間の土用モなど渓流の両岸の間に網を張ることのできる種が 中央を締めるが、足長雲はそれらの網の隙間、網を構成する枠糸の間に糸を引いて、網を張ることがある。さらに、不栄養の溝などのように、ゆすりかなど、より多くの昆虫の発生が集中するところや、明かりの下など虫が集まってくる場所では、網を張らずに直接に虫を捕まえることも行う。 アシナガグモ族には日本で20種ほどがあり、その中で本土に普通で人里付近に多い種としては、ヤサ型アシナガグモ T マキシロザがある。体がより細長いこと、顎の形などで区別できる。この種は特に水辺に多く、水田に多いので害虫の天敵としての効果が大きいとされる。アシナガグモカテトラグナサイデイ。ありがとうございます。